おはようございます。そして明けましておめでとうございます。2018年が始まりました。えー、2017年があ仮想通貨元年ということでしたら、2018年は皆様のお暗号通貨ファイナンスの元年になると思います。こちらがですね、えー、私が、 放送してきた。多分2018年はすごく役に立つんではないかなと思いますんで、引き続き放送の方をご覧いただければと思います。さあ今日はですね、リップルですね。2017年の12月にリップルがものすごく目立ってきましたね。そのリップルが急にですね、急騰して、えーまあ、取引量、ボリュームでですね、2位になったわけですよ。 この圧倒的に2位のボリュームのリップルなんですけども、実はね、大きな懸念があるのを多くの方はご存じないということですね。はい、えー、で、さらに気になる日本の仮想通貨ということで、えー、2018年もお届けしてまいります。よろしくお願いします。 まあ、バブルだと、バブルだと言われてきたんですけども、2018年ってのはそのバブルはどうなるんでしょうかと。終わってしまうんでしょうか。それともさらなるバブルの入り口なんでしょうか。まあ、その辺はですね、私の、速化塾のジェネシスの方でしっかりとお伝えしていきますので、えー、もしですね、えーまあ、ご興味のある方はそちらの方もご覧いただければと思います、えー。変化の年になるということだけは間違いない様子ですけども、まあ、それは毎年言われてることですけどね。まあ、でもね、まだ終わらないというのが本当のところです。暗号通貨まだ終わりません。 あれ、そうは言っても躊躇して買ってない人がまだいるんですよ。どうしようかなと思いながら買ってないと。で、そういう方が参入してくるのが今年です。なぜなら2017年は、本当にですね、えー、年の後半で大金持ちがたくさん生まれたんですよ。で、そういうのを見て羨ましいなと思って、自分の、例えば職場の同僚とか、自分のご家族がですね、一方的に資産を増やしてるところを見れば、ちょっと興味を持ってアカウント作ってみようかなっていうふうにはなると思います。まあ私もですね、放送を続けてきて、11月、12月は100件ほどのですね、 100件ちょっとですね、百数十件の方の、百数件か。煩悩の数108件ぐらいかもしれませんけども、百数件の方の、お講座解説をお手伝いしてきました。まあ、その分、アフィリエイト報酬も入ったんですけども、ありがとうございます。まあ、そういういやらしいことは抜きにしてですね、多くの方が、アカウントの開き方がわからないということを、まあ、思ってらっしゃる。これはどういうことかというと、IT 革命に乗り遅れて、アカウントを作ったことがあんまりないと。 fx の講座とか、それからまあ、ポイントサイトのアカウントを作ったことがないよっていう方が、そういう方でもですね、暗号通貨の投資の世界に入ってきたってことなんですよ。で、そういうふうな、もう全くインターネットで検索するだけ、ただニュースを見るだけっていう方が、積極的に今度は自分が能動的に動くようなね、そんな世界に入って くるるぐらいののインパクトがあるのは暗号通貨なんですよ要するに市場がどんどん広がるってことです。ね、70代以上の方もどんどんやってますからね。皆さん、あの、先にやった方が得なのは全て何もかも同じでございます。私も先にやってたからアカウントの作り方を教えてあげることができて、結果アフィリート報酬が入るということになりますんで、先にやっといて、本当に、えー、皆さんのお役に立てるということではね、えー、いいことばっかりです。またね、時価総額ランキングの第2位に、えー、このね、えー、つけているリップルなんですけども、懸念の 声が出ているということも私だから先行者である私だから分かってくるんですよねまあ、その理由はあまあ予測している方もまあもしかしたらいるかもしれませんけどもリップルのトークン XRP っていうのは利用方法に限りがあるんですよここにやっぱり多くの方は目を奪われていないです目を奪われていないというか目を向けていないのかなと思いますまあ、価値の評価に対してこのリップルの価値の評価に対してね、まあ、かなり懸念があると リップルの評価ってのはまあ実体価値を反映してはないんじゃないかなという風な見方もあるんでまあ、これはね、えー、2018年リップルに関しては私もーエイダの次に注目する通貨として新しい情報とかね多くの方が勘違いしていることをこの放送の中でお伝えしていこうかと思いますさあそれではですね、えー、今日の暗号通貨ニュースは以上なんですけどもお告知を一つさせていただきますそしてえっ、ー、と皆さんへのね、えー、連絡ですそれはあずっとね 1>, 1年近くにわたってお届けしていたこの暗号通貨ニュース。申し訳ないんですけども、1月10日前後から3ヶ月間は、速化塾ジェネシスのご参加者様向けになります。えー、要するに限定公開になるということですよね。まあ、完全にクローズするわけではないんですけども、まあ、そのご覧いただける頻度っていうのは、 減ると思います。ですんでですね、私からの情報が当てになるな、参考になるな、という方とか、自分で情報を集めるのはめんどくさいんで、まあ、久保哲郎の即下塾暗号通貨ニュースが、まあ、1日1回の頼りだったんだよ、と。3分前後でまとまってるんで、ちょっと分かりやすかったんだよ、という方は、まあ、継続してですね、速下塾ジェネシスの方にご参加いただければ3ヶ月、えー、同じペースで見ていただけると思います。で、えー、もしね、 ああそうは言っても、そっか、宿とか入りたくないよ。もう、そんなね、お金を払うほどのものではないよ、という方。 そういう方は3ヶ月ちょっと我慢してください。3ヶ月は他の方の情報を取っていただいたりとかね、してもよろしいかと思います。もちろん私は他の方に、まあ、あの、関心が移って私の視聴者さんが減ることの懸念はあります。懸念はありますけども、まあ、そうは言ってもですね、私が最新最高の情報を投げてるわけではないですからね、えー、多くのもっとね、私よりも詳しい方っていうのはいますんで、そういう方をちょっとね、探しに行っていただくという意味でも、私は一旦、えー、この、ね、視聴者さん、 と、私がですね、まあ本当に、まあ、お別れするわけではないんですけども、視聴者さんに一旦選択する、まあ、3ヶ月をね、持っていただきたいかなというところもあります。まあ私はですね、まあ表現の方法も、もしかしたら、あ,あの、まあ、気が合う人もいるかもしれないんですよ。うんで、それは非常にありがたいことです。 気が合うというのは非常にありがたいことですし、私が伝えるからこそ、A だ買ってみた。私が言うからこそ、ビットレックス開いてみた。そういう方もね、いると思うんですよ。いると思うんですけども、あのー、私よりも素晴らしい方とか、私よりも気が合う方に合うということもね、そういう旅も必要だと思いますので、世界をぐるっと回ってきていただいて、えー、3ヶ月後に、あやっぱり、まあいろんな選択肢があるけど、まあ久保哲郎でいいかなという方は、また3ヶ月後に合流していただければといいと思います。で、今の時点でもう完全に一択だと。 一択じゃないにしても、まあ、久保鉄郎の情報外せないんだという方はですね、えー、そっかちくジェネシスという形で、えー、ご参加いただければ非常に、まあ、嬉しいなと思いますし、えー、一生ものの感謝をその方には差し上げようと思います。今ですね、20名の方が入金ベースで完了していて、3名の方がお問い合わせの段階ですね。で、今朝お問い合わせがあったんで、3名の方は。返信をさし、先ほど差し上げて、えー、この放送に臨んでいるという形でございます。本当にですね、私の放送、うん すごく嬉しいなと思うのは私あのずっとねこういう形で無料放送をしていたわけなんですけどもそれを3ヶ月だけでも有料にするよと言ってもいやいや嘘だったらお金払わせてくださいって方がいらっしゃったりある意味私の放送っていうのがその方たちにとってはですよその方たちにとってみたらお金を払っても惜しくないレベルなんだなというふうに認められたようなね。 感じがしまして、えー、ますます精進していきたいと思います。皆様からいただいた、あ熟費用、そっか熟ジェネシスの費用っていうのは、私がさらにですね、高度な情報を買うためとか、高度な情報に出会うための経費として使わせていただく、要するに、えー、受講生様のために使わせていただくというスタンスは今までも変わりません。そして料金なんですけども、この速っか熟ジェネシスは30万円です。 30万円なんですけども、30年ローンで、30年分割が可能ですから、30年がかりで払っていただければと思います。はい。えっ、ー、と、頭金で3万円入れていただいたら、30年がかりで残りの27万円を払っていただければ結構ですんで、これをね、高額塾とか詐欺と言われるんでしたら、その通り、高額塾で詐欺でございます。そういう方は、もう私に関わらない方がいいと思います。<laughs> 本当にね。あの、世にある高額塾も、こういう払い方をすればいいんじゃないかと思いますよ。50年払いとかね。 別にいいじゃないですか、そんなのね。その、情報量をいただかないと生活が維持できないとか、情報量をいただかないと、なんかね、贅沢ができないっていう考え方もありますけども、私はもうすでにそういうのではなくて、皆さんからいただいた費用を、 自分の情報発掘に充てさせていただいたりとかこのメールマガジンのスタンドの代金にさせていただいたりとかサーバー管理費とかねインターネットとかに使えるようなインターネットの経費として使わせていただくという形になっていますまた私の、ね、メールマガの読者さんというのはもう2万人を超えてますんであのはっきり言って無料ではメールマガが出せないんですよね すいませんけどもこちらの方も読者さんで、まあ、分担していただくという意味も込めてですね、えー、速下塾の久保に協力してもいいかなって方はそういう形で今回はですね、えー、頭金3万円を入れていただいて残りの27万円は30年間のうちのどこかで。 お支払いいただければと思います。もちろん30年の間には、金利もだいぶ変わってますし、私も死んでるかもしれませんし、多分暗号通貨の何かを買ってた人はね、それどころではないぐらいの値上がりをして、大儲けするんで、本当にお小遣いみたいな感覚で30年後に残りのお金を払えると思いますんでね。結構払いやすい金額だと思うんですけどね。で、私は回収が30年間かかってやらないといけないというね、うん。でもそのぐらいやるって話ですから、本当にね、あのー、皆さんの貴重な時間と、 そして、大切なね、お金を預かるという責任を私は今でも深く、深くね、刻んでおります。えー、仮にですね、うんと、3万円すらちょっと急でないよっていう方、ぜひね、交渉してください。あの、交渉の仕方次第なんですよ、それは。すべてにおいて、もう即可塾のノウハウなんですけども、あの、3万円がない方がいきなりゼロを要求してくるのはそれは違うと思うんですよ。うん、何かを我慢して500円作ってきました。何かを我慢して1000円作ってきました。その思いでですね、 減、えー、額とか分割の変更とかって十分ありますんで、あのー、3万円といってもねそれぞれ感じる金額は、うん、違いますからね3万円があたまたま今は、うん、大丈夫だよ払えるよっていう方とかねいやたまたま今はちょっと苦しいんだよって方いっぱいいます。 うん、でそういう方の声もちゃんとね、聞けるような久保哲郎でいたいなと思いますんで、まあ、そういう気持ちだからついてきてくれると思うんでね、えー、皆様の久保哲郎像を壊さないように私もやっていこうかと思いますんで、よろしくお願いします。ちょっとね、なんか言い訳がましいことが長くなりましたけども、ねえー、今年も悪ふざけとかね、ちょっと涙もろい私ですけども、<laughs> 放送の方、ごひいきにしていければと思います、えー。今後もよろしくお願いします。それでは、失礼します。